よいしょ。486g ありました。前回はまあほぼ知らなくて49でしたね、前がね。でよいしょ、透明黄色です、はい、比重が 1.017 低いです。関節の正常値は分かんないけど 1.030 から040以上ぐらいだから、これ低いってことは、まあ、糖尿病で飲んでる、慢性腎臓病で飲んでるから薄まってるんですね。 pH は 6.5、 まあ正常が7ぐらいだとすると、まあ、若干低いかな。タンパクが、まあ、もうすごいいっぱい あれ増えましたね、うん、だからまあブドウ糖もいっぱい入れてます。あ、ただこれでいつも心配なのはこれね、これが出ちゃうと、はい、もうご飯食べなくなって具合悪いと出てない。カビリズピンも出てない、鮮血反応も出てないと。で顕微鏡で見ると赤血球、白血球出てないけど、細胞成分が平均すると一視野に、まあ、出ないところもあったけど、これは20視野に1個ぐらいが普通だからね。血小出てない、細菌出てない、尿因子出てないということで、異常は薄い、低い、ちょっと pH が低い、ここだね、タンパクブドウ糖が出てる、で細胞が出てる、そんなところです。はい、はい、じゃあ何だったっけ、薬2週間ですよね。まあまあ安定したね。もう1ヶ月もらっても3週間でもいつでもいいです。もう A がないので。そっか、じゃあ3週間でしましょうか。そうね、でも1ヶ月でもちょっとまた頻繁にちょっとあれ来るのは難しいから、じゃあ4週にしておきましょうか、はい、じゃあちょっと時間くださいね、多分作れてないと思うから、はい、4週間。それではじゃあ4週間だとこれ作りましょう、はい、ちょっと CT とバイトももう一回用意して。あ、はい、ごめんなさい、ちょっと早いけど、もうもうじきこれのあと数日だった、数月でこれだからうん、とりあえず22でも1してるから、はい、よし、作って、はい、1つちょうだい、どっちでもいいです、できたやつ、はい、いいよ、ごめんよ、はい、これちょっと舐めさせとってくれるそうするとつけやすいんだな。おっと、もうないから、新しいやつ、新しいあ、ないからごめん、話してもらう、いいよ、そのままでいいからさ、はい、新しいやつ持ってきて、はい、舐めてる、上手に、いえ、舐めてる、あ、上手、持ったねはい、ごめんね、じゃあもう一回舐めて帰ろう、はい、お尻を舐めて、はい、じゃあそのままね、はい、はい、お尻だ、ごめんね、許してね、思ったけど終わりの私はい、じゃあ4週間作りますね。